自分で起きなさい。このラップを取るところから始まってます。始まってるんですか、ね、はい、まるでね、女性のね、うん、服を脱がせるよう。服を脱がせるとき、乱暴に脱がす人は嫌ですよね。嫌ですね。ちょっと嫌ですね、うん、こうやって優しいですね。で、包み込んであげる。大丈夫だよ、大丈夫だよ、寒いよね、寒いよね。なるほど、うん、そういう気持ち入れながら、はい、どんぐらいってこと。半分。あ、そうですか。あ、1、2、3、4、マイナス。おお、出ました。はい、まあ、今のが、中央揃えっていう技ですね。この伝説の、はい、これは本当に生で見れるんですね。そうですよ、僕の教室やってるんですけども、教室でも見せれないです。基本的には、はい、まあ、本当に今回は特別にっていう感じで、はい、今日使わないキャベツなんですけど、ごめんね、ごめんね、ごめんね、これは本当に使っていくから大丈夫だよ。これ声かけることによって持ちが全然違います、はい、あ、新鮮さが保たれるっていうことですかね、はい、またね、また会おうね。大丈夫大丈夫、また連絡する、大丈夫だよ、ありがとう。うーん、泣いてません？大丈夫ですか？大丈夫です。もう仲間たちと今一緒ですから、はい、保育園と一緒ですから。ああ、なるほど、うん、そうですね。最初はお母さんお母さんって言うけど、うんうんうん、ね、時間が経てば子供たちと遊ぶでしょ。はい、一緒にそういう感じです。あ、それは中央揃いではない。あ、ではないです。これは新の時ですね。申し訳ない。はい、で新の時ケーキカットしたみたいですよ。あとはもう、はい、あの、先生もその年月聞いたことあります。はい、皆さんね、物を切る時に、はい、手で切るようなイメージ、はい、これ手で切ってるようで実は腰で切ってるっていう。ああ、すごい。あ、一度歯を与えすぎると良くないって感じですか。そうです。あ、この子たちも今切られるだろうな、切られるだろうなってこうやってね、はい、構えてるはずなんで、はい、あのリラックスさせてあげる、うん、野菜が緊張しちゃうと、はい、美味しくなくなるんですよ。こっちも驚く、驚く。ああ切らないのっていう顔で空間を切る。あ、なるほど。じゃんじゃんじゃん、はい、じゃん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 、え、やってますか。やってもいいですか。はい、そうです。難しいですね、やっぱり先生の言うのと思ってたんだけど、うん、腰がね、動いてないですよ。すいません、そうですね、これ伝わりますからね、はい、そう、ダン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 、ええ、踊れてくださいね、はい、自分自身も、はい、ダンダン、え、ごめんなさい、緊張してます、私緊張してます、すいません。うんうんうん、顔が悪いから、手がやっぱり、うん、いきますね。ダン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 、え、そう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 、え、まさかっていう顔です。あ、なるほど。ダン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 、そうそうそう、え、って言う必要なんてもうないんですよ。もうない。すいません、ありがとうございました。はい、うん、どうだった？いるから、近くにいるから。うん、そうだよね、会話をしてるし、うん、私なんか悪口言われてるような感じでした。そう思った、思ったけど共感してますね。うん、まあそうですね、初めてですよね、はい、お家でなんかはやられたことはある。あ、そうですね、人前でやるのはっていう。そうですよね、はい、やっぱりそれが野菜にも伝わってたみたいで、はい、緊張してたよね、あの人って。あ、うん、言われてましたっていうのは、はい、やっぱりバレちゃうもんなんですよ、この刃先から。先生もそれに対してなんか共感しましたね。そうだね、なんかあの関係ないこと言い出したんだ、クズトが。なんかじゃあなんて、え、独身みたいな。あ、あれ、うん、そういうなんか関係ないことも言い出すんですよ。あ、それって本当に舐められてる状態ですよね、今。狙われてるんじゃないですか。独身が気になってるんですよね。え、てかこんな格好でテレビ番組出んだよっていうのは。あー、でもあの私たちの番組ってこういうお泊まり会の後っていう、あ、
なるほど。コンセプトの番組なんで。あ、なるほど、なるほど。あ、衣装として。ちょっと伝えてもらっていいですか？わかりました、わかりました。あれ、あれ、日本語ではないと。あ、はい。え、何ですか？アメリカの犬とかに日本語で通じるって思ってるタイプですか？国に合わせるじゃないけど、野菜に合わせる。じゃあ、人参とかだとまた違う。全然違いますよ。あぶだ、鬼だ。これ挨拶ですから。イメージこんな感じだけどね。こんな感じね。こんな感じかな。うん、こんな感じ気がするよ。やばいんだけど。やばいんだけど。適当にやったらなんかうまくいってんだけど。それでは、ウルトラマン。油引くよ。もうちょっとじゃない？オッケーオッケーオッケー。待ってたらしいな。やまい、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 もうさ甘いんじゃない？甘い、最悪。ティッシュ。あ、ねえねえ、誰がこのさ、やろうって言ったっけ？誰がやろうって言った？マジでふざけんなよ。せーの、誰かのせいにするのは良くない。絶対でも後悔させないから。うん、うんわって言わせてやるから。ありがとう。うん、しかもこれかなりでかい気がするんだけど。マジ思ったんだけど。お好み焼きみたいにさ、残して食べれるやつなんだ、これって。多分無理だと思うよ。え、マジ責任持って全部食えよって話。全部食えよって話。あ、ここもんじゃみたいになってる。見える、みんな頑張ってみてください。前の方に来て。はい、前の方に来て。はい、後ろ後ろ合わないよ。小皿とかってさ、持ってきた方がいいんじゃないかな。どうする、どうする、一緒に行く、一緒に行く。え、いいよ、二人で行く。二人で行く。効率とかを考えちゃうと。そうだよね。だからそれ入れといて。なんでそんなさ、触るの嫌がるの。やだやだやだ。なんでなんで。なんでなんで。いいじゃん、いいじゃん。また勘違いされる。もうされてんだからさ、むしろ何も気にしなくていいと思って。じゃあ小皿持ってきてくれる？分かった。申し訳がないね。うん、はぁ、あ、やばい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 。美味しそう自分ね。全然いけるかもね、この量。やばいね。うん、でもまたいっぱい乗ってきちゃった。マジで。うん、大丈夫だよ。まだいけるの？まだいける、まだいける。まだいい。いや、本当にお腹いっぱい。ごめん、申し訳がない。いいってことよ。最悪。隣でやられるんで。ごめんごめんごめん。失礼。失礼。うん。誰に？うん。助走つけてる。でもそれが好きな人だったらめっちゃ可愛いんだろうね。そのなんかやってるのですら可愛いんだもん。ああ。男で。何何何だっけ？男で。ええ。キモくね？どうしてんのどうしてんのって。可愛いんだよ。可愛いか。そうそう。好きだったら。可愛いって思い始めたらガチダメだよ。ダメダメダメ。もうそんなもう離れられないっつ。離れてやんねえっつ。離れてやんない。え、食べ過ぎじゃない？何してんのみたいな。え、ダメ。どうすんの？大丈夫ね。でも長いの。よく食べるね、今日。でしょ？うん。でも多分もうこれ動けないもん。ダメだよ。どっか行くんだよ、うちは今から。どっか行くんだよね。どっかに行くんだよね。餌行く。どうして？どうして？一番生しちょっと引いてみせる。
チャレッツ世界セイブだったったったインベイド。見て私の部屋なんかさ、うん、いや気づかないわけ。うん、変わったことに気づかないわけ。うんうん、不応戦だ。ソファーが来たんでしょ。ほんとそう、うん、たった今ね。うん。びっくりしてたよ。って顔してた。効果音で言ったら、あのうちらの動画の始まりの顔してた。おっ、うん、やだ、置いといてくださいってよ、うん、すいません、置いといてください。あー、置いといてマジでやばいから。鼻くそぐらい欲しいんだろ、あんたも。食べ、その後食べるか食べないかでまたね、変わってくる。何よ、鼻くそ。本当ね、たまに食べるよ。うん、たまに食べる、うん、でも私コロナになってから食べるのやめた。まあね、うんうん、誰の鼻くそも食べちゃうから。そう、食べちゃうの、うん、ね、うん、あのスパイス見てる、気持ち悪い。この人の鼻くそなら食べれる。このって言っただけだと分かんない。あなたを今日呼んだ理由っていうのは、ソファーをひけらかすっていうことと、うん、模様替えしたい、うん、うんうん、どうぞ。そう、うん、模様替えしてから呼んでちょうだい、うん、模様替えしてから人は呼ぶでしょ普通、うん、そうそうそう、だから人呼びたいから、うん、来てって模様替えしてから。うん、うん、バイト代出んの。出てるでしょ、これは。確かにね、うん、これなんか私の私物ですからね、うん、これも、これも、うん、このクレープ以外、うん、リホちゃんがご馳走してくれてる。そう、まかないだ、まかない。これさ、でもさ、うん、本当はダイニングも置きたいわけ。うんうんうん、でもこの間取りだったらさ、ちょっと難しいか。オッケー、る大きなのは諦めてください。はい、4人掛けぐらいのは。あ、4人掛けのいける。うん、いけるよ、うん、オープンキッチンでこうなってるでしょ、うん、それに連なってっていう感じが一番おしゃれになる。そのままね、うん、うんうんうん、椅子をこう向き、こう向き、こう向き、こう向きで置いていくっていうのがね、一番でも私スマートに見える。あ、そう、丸型のね、テーブルは嫌なの。丸型は嫌だよね、うんうん、だって端っこに何も置けやしない。うんね、角を取れないでしょ。角を取れない。やりたくなくなる家ってこの間アニシャンがさ、うん、ヘラヘラでやってたんだけど、うん、うん、うちもそれ目指したいから、うん、頼むよ。任せな。うん、一度連れてきたの。まだ何してる。これ5000台に7台の高級タクシーのために証。あ、はい、そうなの。ご乗車いただいたタクシーは日本交通5000台のうち7台しかない桜色の安藤がついています。まさに奇跡の出会い、幸運に桜に N です。これからもあなたの人生に素敵な出会いがたくさん訪れますように。日本交通株式会社、はい、すごい子なの、はい、これやってからうちもモテてしょうがない、モテてモテてしゃあない。そうなんですよ、最近なんかリンリンがモテてしゃあないんですよ。ちょっと鼻につきますね、相方としては。はい、幸せになってほしい反面、うん、モテすぎては困ると。あのね、それこそいろんなクリエイターさんに会うたびにね、リンリン可愛くなったよねって言われてるし。この間もさ、エスポ、うん、に会った時に、うん、ご飯食べに来てたじゃん、うん、西がトイレ行った瞬間に、うん、ガチヤマが、ね、リホちゃん男できたでしょ、言ってきたの。色目使って、わー。でもこれ多分そうだと思う。この平成フラミンゴ祝図、私一言物申したい。あ、なになになに、この平成フラミンゴを続けている限りは、うん、私が引き立て役になってやる。これ私思う。嘘だ。うん、私が引き立て役になってやる。違うだろ。No. No, no. まあ、聞いて最後まで。なんで。まあ、平成フラミンゴって2人で1人ずつですよね、2人で1人ずつですよね、2人で1人ずつですよね。はい、で、いつもこうやって2人でふざけている。うん、けど特にキモいのはどっちだ。え、どっちもキモいだろ。Me
見ればヤバい妖怪。 No 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 no、 旗から見たらあヤバい妖怪を飼ってるご主人。わかる、この仕事わかる。あなんかこうまあ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 みたいな、うん、落ち着け落ち着けって言ってる人に見られてる可能性がこれある。いや、うん、だから私がモテない。私がモテないよ。モテてるよ、大丈夫。モテてる、モテてる、いっぱい聞くよ、うん、私だって聞く。ケースケだほら、やっぱりケースケ。どこ行ってもケースケ。ちょっと水飲んでいい？飲む？うん。Water in the body。Water in the body。で？で？あんたの。ある？ある？大丈夫？足もんだから止まる。ごめん気づけちゃった。穴開けられてる。あるよね。ここにあるよ。あるよね。ある。うん、まだ辛うじて。まだあるよ。最近調子いいです。最近ね、大きくなってるよ。うん、うちも見て。そう、あんたも調子いい。そう、調子いいの。うん、いいと思うよ。皆さんにも見てもらいな。どうですか。皆さんどうですか。どうですか。私の家これ、うん、ちょっと視点変えて見せてあげるね。みんなもよくわからないと思うから。リンリン家に来た人の遊びに来た人、うん、視点やるよ、うん、ピンポンってしてね。分かった。リンゴリンゴ、へい、開けて。いいよ、come here。 ガチャって言って。ガチャガチャ、お邪魔します。あ、やっと来た。遅かったね。ごめん、ちょっと腹痛でトイレにこもってた。あ、歩いてきたの。歩いてきた。なんだ、自転車できたのかと思った。あ、ソファーが買い替えたの。そう、ソファー買えた。見て見て、うん、大きい。大きいでしょ。そっちに回ってみてもいい？いいよ。ほら、うん、テレブの位置も変えて。テレブ？メレブ？テレビの位置も変えたの。テレビの位置も変えたの、うん、こっちにしてみた。どれどれ、うん、ほら、あ、いいじゃん。ソファーに座ったらこんな視点になるよ。そうだね、ここにこんな感じで。これはもっとスキピーにもらったやつ。わぁ、うん、こないだ行ったんでしょ、ご飯。あ、こないだね。しかもこれ別に誕生日プレゼントとかじゃなくて、コンビニで飲み物買ってくるっつって急にね、うん、これ買ってきたの。見せてごらんなさい、この砂時計。私を映してる。うん、映してあるよ。スライムの砂時計。うん、なんかさ、砂時計買うあたりおしゃれだよね。確かに、なんか刻もうぜって言われてんのかな。なんかほら、遊びに来た男とかやろうよ。いいよ、うん、この家に来た男のシミュレーション。うん、どんな男にさ、来てほしい。優しい男。おうちデート。おうちデート。じゃあ何、何付き合ってんの。付き合ってない。分かったよ。うん、屈強な男。屈強な男で来るからね。分かった。おお、いいよ、ピンポンして。ピンポン。はーい、おいらっしゃい。お邪魔します。いや、めっちゃいい家じゃん。そんなことないよ、おいで。よっしゃ。あ、めっちゃいい家だね。家賃は？え？ここ？50万。50万？うん。マジ？うん。もう俺んち120万だよね。あ、そうなんだ。うん。その気満々で生きてるから。あ、確かに。オッケー、じゃあかわすわ。男は狼だからね。行くよ。うん。
テレビ見て、テレビ見て、テレビ見て、なんかおもろかったんだろうな。マジかよ、やらせだろこれ。面白いね、おもろいおもろい。え、どうしたの？ん？どうしたの？何が？どうしたの？何が？どうしたの？どうしたの？いや、おもろいから。まあまあ、え？ごめんごめん、私やるわ女。おもろくないから面白い。なあ、てか水飲む？ないよね水。ある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 。ある？全然ある。これでいい？全然そこ、それでいい。なんか乾いちゃった。ここいって、うん、一旦ここいって、うん、え？あいい、よくない？うん、今の良かったです。よかったでしょ、はい、やっぱ触らせない方がいいんです。触らせない方がいいですよ、はい、じゃあ私キスしますから。うん、かわせばいいです。これめっちゃグロいよ。え、そうなの？これめっちゃグロい。ほんとだ。いや、多分見れないよ。え、ほんとに？うち結構グロいの無理なんだよ。ほらほらほら、ね、マジ最悪無理なんだけど。うわ、内臓出てる、内臓出てる。やばいやばい、怖い怖い。てか、かわせるのかな、うち。かわせないよ。ダメだよ。だって、かわし方教えて。うん、オッケー、じゃあ私が見えるね。うん、え、これ、怖いのとか結構平気？え、あんまり。マジで。うん、友達とかだったら見れる。え、俺全然大丈夫だけどね。えぇ、ー。うん、え、ちょっと今、毛生えてるからやめて。やばい、やばい、めっちゃ毛生えてる。そんなことない。めっちゃ生えてる、マジで。そればよかった。へぇ。そう、脱毛してんだけどね。生えてんの、ここも。生えてんの？生えてんの？え、だってもう服からじゃわかんなくて。あ、ビビってんの？ビビってるから、そうやって近くにいて。なんでビビったらまじ。うん。あ、ビビってる、ビビってる。ビビってないよ。ビビってるよ、ビビってるよ。見て、ちゃんと。見てほしいな。うん。うわっ。ビビんないな。なんか鍋囲むとか、あ、4人ぐらいでね。そう、サムギョプサルパーティーとかあるでしょ、うん、そういうのはいいよ、うん、私もいい人がいたら、うん、付き合ってから入れる。自分は大切、レベルの高い女になりましょう。あ、すごい、はい、なんでその説得力あるのにモテないんだろうね。いや、モテてるかもな。こうなりゃこうなりゃね、こうなりゃ、まだいい人に出会ってないだけで。どんなにいいよ、明るい明るい明るい、まだ出会ってないだけ。